俺と一緒に来たら危険だ。遠野和弘という人間はな。任務の内容については話せないけど、確かに単独行動しろとまでは言われてないよ。管轄かどうかっていう話ならそうなるな。でも今回のイベントは参加者が多い。遠野が他人に危害を加えない保証がない以上、あいつから目を離すわけにはいかない。それに中林さんが本当に遠野に復讐しようと考えてるなら、なおさら放ってはおけない。まあな、要約すると俺の任務は盗品を見つけて持ち帰る、それだけだ。はい？どうしてそうなるんだよ。いやいやいや、そうじゃないって。でも俺と一緒に行動するなら先に3つだけ約束してくれ。じゃなきゃ連れて行かないからな。1つ、俺の指示には絶対従うこと。撤退するって言ったら撤退する、無理は禁物だ。2つ、いかなる状況においてもお前の安全を最優先に考えること。これだけはお前が何を言おうと絶対に譲れない。相手が盗品の情報、あるいは盗品そのものでお前を脅したとしても、必ず自分の安全を優先してくれ。たとえ俺が人質に取られたとしてもだ。分かったか？いいから、約束してくれ。格闘技？習いたいなら俺が教えたのに。だよな、ごめん。最近はちょっとな。もう少しで落ち着くから、そしたら。
三つ目の約束は、最後に目的地に着いた人が昼飯当番ってこと。彼の行動ルートから見ればそうだけど、その行動ルートが変なんだよな。よく立ち止まるし、整った道を避けてわざわざ歩きづらい森を行ったりするし、そうかもな。俺がつけた発信機も動かなくなったぞ。発信機の位置はここから近いな。よし、3分だけ待とう。もし動きがなければ様子を見に行く。そうでもないかな。そもそも俺が所属しているのは経済と科学犯罪課だから、ほとんどの任務は町の中で行ってるよ。一応何度か亜熱帯にあるジャングルに駆り出されたこともあったけど、あそこはここよりずっとひどかった。まあその分面白くもあったけどな。それよりお前大丈夫か？もぞもぞしてるけど虫にでも刺されたか？袖口とか襟元はちゃんと閉めたのか？念のためもう一回虫除けスプレーをしておくか？俺もそう思う。帰ってきてよかった。こうしてお前と。こいつを見てみろよ。どうだ、綺麗だろ。ごめんって、ちょっとからかいたくなってさ。
暴力反対。さっき約束したろ、任務中は俺の言うことを聞くって。なんだよそれ。任務が終わったら好きにしていいから、いたずらは一旦終了な。3分経ったけどあいつは動いてない。様子を見に行こう。トーノはこの近くにいない。確かにトーノは近くにはいない。この発信機を捨てたのはあいつじゃないんだ。そうだ、さっき調べてみたけど、これはノスタカモメの羽だ。トーノの端末は島に上陸したっきり動いていない。それはとっくに捨てられたんだろう。トーノは頭の切れるやつだ。おそらく発信機をつけられたと気づいた後、あいつはそのまま地面には捨てなかった。あいつは俺たちの追跡から徹底的に逃げるために近くにいたノスタカモメを捕まえて発信機をカモメにつけたんだ。俺たちを少しでも遠ざけて時間稼ぎをするために。この羽だけじゃない。足跡がないのも証拠の一つだ。この木の周り、俺たち二人以外第三者が移動したような足跡や痕跡がない。トーノは人間だ。鳥のようには飛べないだろう。それにあいつの行動ルートがおかしいって言ったの覚えてるだろ。あれはトーノが移動していたわけじゃなくて鳥の移動ルートだったんだ。そしてその鳥はここに来た時発信機を落とした。簡単だよ。あいつがノスタカモメを捕まえた場所から探せばいい。ノスタカモメはとても賢い鳥だから捕まえるのは結構難しいんだ。ただ餌を食べる時は無防備になる。捕まえるならそのタイミングを狙うしかない。この島のノスタカモメの生息地の中で一つだけトーノの痕跡と重なる場所がある。そこならあいつの痕跡を見つけられるかもしれない。例えば足跡とか。そしたら発信機がなくてもトーノの行方は把握できる。
いや、まだ大丈夫だ。さっきお前が言った通り、大人の歩行速度なら1時間で相当遠くへは歩けない。それに島の地形は複雑だし、時間が経つにつれて進行速度は落ちるはずだ。他のメンバーの現在地を見た限り、遠野に追いつかれる心配はない。今そのことを知らせる方が、かえってみんなの予定を狂わせる可能性があるからな。俺たち以外の参加者はみんな島に上陸する前に通信機器を置いてきているはずだ。遠野が端末を捨てたなら短時間で山崎さんや松田さんと連絡を取るのは難しい。でも松田さんは今回のイベントの企画者でスポンサーだ。俺たちみたいに何か細工をしたかもしれない。松田さんが俺が探してる盗品と一番関わりがありそうだからだ。とりあえずノスタカモメの生息地へ急ごう。そこで遠野の痕跡が見つけられなかったらすぐ他のメンバーに連絡するから。遠野の身長は173センチ、体重は62キロ、靴のサイズは 25.5 だ。この情報で足跡を選別するしかないな。それで十分さ。重なった足跡は俺に任せろ。我が親愛なるワトソン君には足跡の計測を任せよう。どうやらここを通ったトレジャーハンターたちは女性の方が多かったみたいだな。靴のサイズ、歩幅、身長と背負ってる荷物の重さからして遠野の特徴に当てはまる足跡は二組だけか。反対にこっちの足跡はみんなと一緒に移動しているな。方向的に近くのキャンプへと向かってる。ちょっと待ってくれ。遠野が島に来たのは何もイベントのためじゃないはずだ。商品はとても豪華だけど、出国したばかりの遠野が目立つようなことをするとは思えない。それにあいつの原型が合法的なものかどうかも不明だしな。
これはあくまで俺たちの推測だ。キャンプに向かってる足跡の追跡はお前に任せる。絶対に気は抜くなよ。足跡が密集している方向に進むんだ。もしキャンプに着いても遠野の姿が見当たらなかったら追跡は中止だ。いや、その必要はない。俺が遠野を尾行する目的は盗品の在りかを探るためだ。逮捕するだけでいいならとっくに戦場で捕まえてる。だからあいつが敵意を示しさえしなければこちらが強硬手段に出る必要はない。ただ尾行を続けるだけだ。もし遠野を見かけたら端末の検査とかを理由にスタッフに引き止めてもらって時間稼ぎをしてくれればいい。ただ万が一彼が攻撃的な態度を示したらその時は直ちに警備員に通報するんだ。ああ、お前こそ絶対に一人で遠野と接触するなよ。これは約束してた命令だからな。しまった、こっちがハズレだったのか。お嬢さん、人を探してるのか？身長173センチくらいの男を探しているって聞いたけど、多分
俺はそいつに合ってるぜ。情報が欲しいなら誠意を見せるのが常識だろ。合理的な値段だと。俺に値段をつけさせるなんて誠意がないにも程がある。ちょっと待てよ。俺は本当にそいつの居場所を知ってるんだよ。報酬はイベントコイン10枚。それでいいだろ。確かそいつはキャンプを出て西にある森の方に行ったよ。あっちに宝の手がかりがあるはずだとかつぶやいてたな。なあ、道案内をしてやろうか。コインを10枚追加してくれればそこに連れて行ってやってもいいけど。なあ、行くのか行かないのかはっきりしてくれないか。本当にいいのかい。ここは物騒な島だぞ。お嬢さん一人だと心配だな。分かったよ。なら早めに行くことだ。後ですれ違いでもしたら大変だろうからな。Thank you.
毎度あり。それにしてもお嬢さん、その大量のコインはどうしたんだ？イベントは始まったばかりだぞ。お嬢さんは見たとこ一人。一体どうやってそんな大量のコインを集めたんだ？まさかイカ様でも知ってるんじゃないだろうな。なあお嬢さん、そのコインを全部俺によこせ。でないと。まあ、彼女に何をするつもりだ？何するんだ、ハンナス！大丈夫か？どこか怪我してないか？変装？誰が変装なんかするかよ！人違いだ！いいから早く話せ！安心しろ。こいつは変装してない。遠野じゃないよ。本当だよ！少し前までそいつはここにいたんだ。そんでさっきチョウちゃんに教えた内容を探しに来たやつに伝えろって言われたんだよ。細かいことは言わなくていいから、居場所だけ教えればいいってな。伝言するだけで報酬がもらえるなんてラッキーだと思ったけどよ、あいつ俺を盾に使いやがったな。あんたこれに懲りたら、次からはもっとマシな方法を考えろよ。それとこいつから巻き上げたコインも返してもらうからな。そう謝るな。警戒心が強いのはいいことだし、油断したところを相手に突かれるよりマシだ。そうだな、遠野がそこを離れる前に行こう。
Thank you.
10年前、遠野が通報した後から英国の警察はノスタ島の本格的な捜査を始めたんだ。それから10年もの間、英国は何度も捜査隊を島に派遣、結局収穫はなし。もしまだ本当に盗品が島にあるんだとしたら、水中あるいは鍾乳洞に流れる川の中くらいかもな。遠野が身分を偽ってまで島に来たのはその盗品を探すために違いない。その考えが間違ってなければ、あいつは必ず川、海辺、あるいは洞窟の付近に現れる。なあ、スタッフに聞いたところ、ダイビング用のチューブを探していた人は確かにいたみたいだ。だけど今回のイベントでは水中に手がかりを設置していないらしく、そもそもそんなものは用意していなかったんだと。それと遠野の写真もスタッフに見せたけど、やっぱりチューブのことを聞きに来た人と同じだってさ。お前も気づいたみたいだな。これでお前も松田さんが怪しいって思ってきただろう。彼はイベントの企画者であり、謎の出題者だ。トレジャーハンターに憧れている彼がどうして水中探索を避けたのか。安全面を考慮したのかもしれないけど、それ以外で順当に考えたら、参加者が盗品を見つけてしまう事態を防ぐためだろうな。だからたとえ遠野の仲間じゃないとしても、松田さんは盗品の在りかについて何か知っているはずだ。遠野はお前をおびき寄せ危害を加えようとしている。それと発信機の情報を見るに、中林さんもこの近くにいる。今の遠野は十分に攻撃的で、放っておくにはあまりに危険だな。この後の盗品探しが面倒になるだろうけど、彼と遭遇した場合はその場で確保しよう。心配するな。あいつが何も言わなくても、俺は必ず任務をクリアしてみせるから。それより、そろそろ静かに行こう。もうすぐ目的地に着く。あれは遠野じゃなく、彼が作ったデコイ、ハリボテだ。遠野のリュックはまだそこにある。多分、あいつは近くで潜伏しているんだろう。あの人形でお前をおびき出してから、不意をつくつもりなんだ。女性のトレジャーハンターでも手慣れな人はいる。お前の実力がわからない以上、待ち伏せするのは賢明な選択だ。
丈夫。あいつに気づかれる程度なら俺のエースの名がスタルってもんだ。さてとはどこに隠れているんだか。痕跡、10年前の大事件で生き残ったらしいけど、所詮は素人だったってことか。どれだけご大層な相手なのかと思ったけど、警戒しすぎだったか。よし、見つけた。終わったぞ。早くあいつを捕まえに行こう。